ジッツオは、フランスのカメラ関連製品メーカー。カメラ関連のアクセサリー、特に光合成かつ堅牢な三脚、一脚と雲台で、知られる。フランス人のアルセーのジッツ方便によって1917年に、フランスで設立され、当初は、写真業界で、カメラ、ケーブルレリーズ、シャッター、フィルムバッグフレームなどを製造していた。1942年、 第二次世界大戦により一旦解散したが、1944年に生産を再開、1950年代に入って三脚の生産を始めた。1960年には創立者のアルセーヌが引退し、彼の娘イボンヌ・プリジェールと彼女の夫が会社を継承、高品質の三脚や雲台の開発に専念した。その結果、ジッツの製品は、 世界54カ国以上に輸出された。1992年、同業のマンフロットも所属するイギリスのビテック、グループの参加となり、現在に至る。フランスからイタリアへの生産拠点移転を2001年から、始め2005年に完了した。2017年に創業100周年を迎える。ジッツオは、世界で初めて足パイプにカーボンファイバーと、 バサルトファイバーを、雲台に、マグネシウム合金を採用した。ギゾ G226 三脚の製品カテゴリーには、汎用性の高い、マウンテニア、蛍光性重視の、トラベラー、堅牢性と安定性を重視し、モジュールの交換で、システマティック、また、すべての製品は、独自のルールに従って、シリーズに分類される。シリーズは、アッシュチューブの直径に合わせて、 16mm が 0020mm が 024mm が 128mm が 232mm が 337mm が 441mm が5となっており、製品コードの GT、GM などに続く1桁目の数字として表示されている。さらに高剛性なカーボンエグザクトシリーズは一回り、太く、 0が 21.7mm、1が 25.3mm、2が 29mm、3が 32.9mm となっている。三脚には操作性と安定性を兼ね合わせた独自の g ロックシステム搭載のものもある。日本では当初大沢商会その後は KFC が輸入代理店であったが2006年7月以降、 ビテックグループ参加の日本法人である、暴言イメージングが代理店となっている。ありがとうございます。